ではですね、今日は沼津の秀丸さんにお邪魔しております。春のマグギカ釣りということでですね、まずはコロコロスプレの25号、一番重いやつですね。で、上のドロッパーがふわふわスプレ S です。で、カラーはですね、その時々なので、ご自由に皆さんね、使っていただく。今日なんかは意外とこの白の多いちょっと光る系がいいです。で、逆に暗い系、赤緑とかそういう系が強い時もあります。なので、この辺はね、使っていただいて、リールが、新しい円月プレミアム150、今日はこれ HG 使ってます。で、ロッドが、新しくなったセフィア CI4 プラスの、沼津スペシャルというですね B511 の MLS になります。これで行ってみましょう。で、このムギイカの釣り方なんですが、まずレバーブレーキを使う場合は、まず速く落としてあげます。今フォールスピードがだいたい56ぐらいですね。で、実はもっと速くてもいいです。今日は今さっきまでずっとイケイケすって T 字を使ってたんですが、イケイケのなんと30号でムギイカがガンガン乗ってきます。で、今ね、コロコロすって今ちょっと変えたところなんですけど、これだとスピードはだいたい567ぐらいまでしかいかないんですが、イケイケだとだいたい9からハイぐらいまでいっちゃいます。で、40m まで来ました。で、今日は40から上なので、動かします。で、メタルスっていわゆる剣先系ですね、丸いかあれと違ってですね、こんな感じでずっと動かしていけます。こんな感じでずっと誘いを入れて止めを入れないんですね。これが大きな特徴です。誘いを入れずにグー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 っていう感じで12121212っていう感じでですね、常に動かし続けながら上へ仕掛けを誘い上げて、で、水面までちゃんと誘ったら落とします。これ例えば水面と本当に仕掛けが見える一番上まで誘い上げる。そうじゃないとですね、仕掛け1本分ぐらいのところで船の下からイカがピョーンって出てきてパッて抱いたりすることかなり多くあります。なので、棚はって言ったら 2m とかそんなのがね、当たり前にある釣りなので、40m で今日 40m って言われたら40から表層まで必ず誘ってあげる。例えば夕方の時間帯でまだ明るい時は60からって言われたら60から表層まで、ね、で、誘い方なんですが、こんな感じでリールを巻くだけの誘い、ね、こういうパターンもあります。これただリール巻いてるだけですね。止めながら1、2、1、2って感じですね。今度は竿を着流を入れれば1、2、こんな感じでいろんな誘い方があるんですが、一番大事なのは誘った時に竿が落ちて仕掛けが落ちる、これが一番ダメです。なので、イメージとしては仕掛けが1212って上がっていく感じですね。必ずこういう感じでいくんではなくて1212っていう一定のリズムで仕掛けを上へ上へ上げていく感じで、落とす時ですね、このままヒューってまた落としていくパターンと、あとはちょっとこう止めながら止めてもいい。で、止めながら行った時にイカが鳴けばそこでピッと止まりますので、そしたらすぐ合わせてキックで合わせて、例えば落としていきました、触ったんですが乗らなかった、例えば今落としていきます、はい、触った乗らなかったらそこからもうすぐにこうやって誘えばいいですね。こんな感じでどこで乗ってくるかはこれ分かりませんので、必ず同じペースで12変わらず1212っていう感じでですね、誘ってあげるとグッグッグッと重くなりますので、イカが乗った時にですね、剣先系ですね、剣先系、ヤリイカ系なんかは合わせちゃいます。で、この合わせは別に入れなくていいんですね。一定のスピードでイカが当たってもそのままグッ当たったって言ってもそのまま巻き続けて、しっかりと重みが乗ったらあとはそのままファイトをしていくっていう感じですね。なので、どうしても皆さんクッと合わせ入れちゃいがちなんですが、このムギイカ釣りに関しては慌てて合わせを入れずにですね、常に同じペースで誘いながらしっかり乗ったのが確認できたらあとはゆっくり巻いていく、それで上がりますので、この辺はですね、ぜひ皆さん今の、動画をですね、この動画を見ていただいてチャレンジしていただくとですね、なるほど、ムギイカって全然釣り方が違うんだなっていうのが分かると思いますので、ぜひ今シーズンなかなかね、よく釣れてますのでトライしてみてください。ではちょうど今今棚40から上で20でワンピッチで12で今来ましたね。でそのまま来てて、ファイトはこうやってそのままゆっくりゆっくり巻いてきてですね、でそのまま一回外に塩を吐かせて、炭を吐かせて取り込む。はい、コロコロすっての25号です。来ましたね。ちょっと麦のちょい大きいぐらいなサイズですかね。2セイカサイズぐらいのよりちょっとちっちゃい、2セと麦のサイズ、真ん中ぐらいですね。はい、いい感じです。はい。